皆さんこんばんは、ななみです。今日はこちらのディオールアディクトリップグローの新色を紹介したいと思います。それではビデオスタート。はい、ってことで今回はこちらの2色を紹介したいと思ってるんですけど、私が紹介するのは102番のラズベリーマットと10番のホロピンクになります。なんといってもね、このパケが可愛いんですよね。ここにもちゃんと入ってるし可愛い。でこちらのリップは3800円になってます。中はこんな感じです。すごい結構派手めなピンクと抑えめのピンクのカラーになってます。でこの大人気のアイテムのリップグローが新色6色と新しいエフェクトを追加して全10色になったみたいです。まあ、色味を見てみないと分かんないと思うのでリップをつけていきます。ちなみに今日塗ってたのはこのレブロンのウルトラ HD リップラッカーの570番でした。ホロピンクの方から塗っていきます。これはラメが入っているものになってます。お色味はこんな感じで、一度塗りだとこのようなラメ感、そして二度塗りするとよりラメ感が強くなります。あ、確かにすごいラメ感がある。塗った感じは結構うるうるしますね。でも全然グロスみたいにベタベタしないし、スルスル塗りやすいです。じゃあ次102番の方塗っていきます。こちらマットタイプです。一度塗りだとこのようなカラー、そして二度塗りするとこのように濃くなります。つけたらすごい顔色が明るくなる。おお、すごい派手。このピンクのカラーすごい可愛い。今日の私のメイクとかね、髪型にはちょっと似合わないんですけど、前髪作った時とかこういうリップがすごい可愛くつけられるんじゃないかなと思いました。さっき塗った方のホロピンクはどちらかっていうとちょっとグロスのようなタイプで、こっちはマットだけど普通の口紅みたいな塗りやすさがありますね。マットだからもうちょっとこうしっとりしてカサカサするのかなと思ったんですけど、薬用リップみたいなしっとり系ですね。私の顔と合ってるかどうかはちょっとさておき、色はすごい可愛いですね。はい、ってことで今回はディオールのコスメのディオールアディクトリップグローを紹介させていただきました。こちらは2018年の1月12日全国発売予定で、1月の3日から1月の9日は新宿伊勢丹のイベントにて世界先行発売するので、ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。